今年も立派に実りました。秋の味覚、柿です。広島県発祥の西条柿、渋柿の品種ですが、渋を抜くととっても甘い柿に変身します。美祢市美東町、ここは萩市と並ぶ県内有数の西条柿の産地です。盆地ならではの寒暖差が美味しい柿を育みます。カメラがお邪魔したのは山尾春幸さんの柿園です。山尾さんは定年後、親族の柿園を受け継ぎました。西条柿の収穫は手作業、一つ一つ状態を見ながら丁寧にもぎ取ります。収穫作業は妻の玉代さんもお手伝い、夫婦二人三脚で汗を流します。秋空に柿の朱色が映えます。今年の西条柿は豊作とのこと。霜の害を受けた昨年に比べ、美東町全体でおよそ倍の10トンの収穫を見込んでいます。収穫後は自宅に持ち帰り、出荷に向けた作業があります。傷や虫食いはないか、重さが規定以上あるかなどを確認した後、一つ一つ柿を磨きます。一手間かけ、自慢の三等西条柿を市場に送り出します。収穫翌日の朝、 JA の選果場に各生産者が丹精込めて育てた自慢の西条柿が集まりました。選果作業は西条柿の生産者が集まり行います。現在11軒の生産者が栽培に携わっています。大きさごとに分けられた西条柿は出荷用の箱に詰められます。箱詰めが終わると、渋抜き用のドライアイスを準備します。新聞紙で包まれ、柿の入ったビニール袋に入れます。ビニール袋に残った余分な空気を抜き取り、密封して発送します。炭酸ガスの作用で3日後には渋が抜け、甘い西条柿になります。主に美祢市内の JA の直売所や山口市内のスーパーで販売されます。美祢市美東町の秋の味覚、西条柿、収穫は11月上旬まで続きます。